北欧暮らしの道具店のインターネットラジオチャポンと行こう。4月24日日曜日の20時になりました。こんばんは。北欧暮らしの道具店店長の佐藤とスタッフの吉部こと青木がお送りします。インターネットラジオチャポンと行こうでは、明日から平日が始まるなという気分を皆さんからのお便りをもとに、一緒にお湯に浸かっているようなトークを繰り広げながらチャポンと緩めるラジオ番組です。隔週日曜日に放送しております。ね、4月ももう後半でゴールデンウィーク間近っていうことですけど、うん、多分チャポラーさんの中にもいろいろ新しい変化とかが出てきてる人が多いかもしれないんですが、我らのね、うん、子供たちもね、進級進学、吉部さんちは中学から高校に、はい、高校生になりました。おめでとうございます。ありがとうございます。店長の家は6年生、最終学年だね。そう、うちは6年生になって1年生の面倒を見たりする係があるらしくてね、あるね。いやだから親睦会とかで手つなぐんだね。そう、手つないだり、あとなんか一緒に最初の1週間ぐらい学校行ったり迎えに行ったり、うん、なんかそういう通学指導みたいなのを最高学年のお兄ちゃんお姉ちゃんがやるとかで、いやなんか思い出すとついこの間やってもらう側だったと思うんですよ。あ、確かに迎えに来てくれた子がいて、うんうん、ものすごいお兄ちゃんに見えたの、その子が。当時の私には、うんうん、うちの子まだこんなちっちゃいのに6年生ってこんななんだって思ったらなっちゃった。うちの子を頼んだよって思いって送り出したのに、そのうちの子供の面倒を見る側に最新学年になっちゃって。そう、だからこれだけ小学校6年って長いと思ってたけど、まあまああっという間になんで、うんうんうん、ね、吉部さんちのあと3年ってもう風のごとしなのかしらね。3年間あっという間でしたね。朝を起こして追い出すように早く行きなさいみたいなのを3年間やってたら終わったって感じですそうだよね。もう3年って自分が学生時代だった時のことを思い出しても、入学したてで中3とかになるともう卒業生間近って感じだから、うん、じっくりいるって感じなのって中2とか高2とかっていう、うんうんうん、だから早いんだよね、やっぱ3年区切りって。いや早いね。なんかいろいろだからこの先、あとどのくらいこんな感じなんだろうとか、うん、なんか1分1時間1年とかがね愛おしく感じ始めますね、やっぱりより本当に、うん、だから家の中の下の階で夫と息子が楽しそうに話を展開し始めたら、うん、もう気になるのでちょっとそれ面白そうだし一丁紙したいから2階に上がってきてって呼び出しますお母さんも混ぜてって、混ぜて、でもご飯作ってて手離せないから上がってきてっていう叫ぶ2階から2階からお願いみたいな上がってきてもらって話の続きをしてもらって混じるみたいな、そういう面白いことが起きてる場所にいたいっていう欲求がすごい私の中で今強くなってますね、うん、やっぱりそれってさ、あと何年一緒の一つ屋根の下で暮らすかなっていう、うん、ちょっとその終わりが見えてきているからこその尊さみたいなのを実感するのもあるのかね。だと思います。だから今ものすごい盛大に夫と私で息子にうざがらみしてると思います、うん、親のカウントダウンが始まっちゃってる、ね、親のでうざがらみ、お風呂に入ってなんか静かになったりするじゃないですか、あの空間が。これからこういう時間が増えるかもしれないんだよって言って二人で寂しいって言い合ってますね。そっか、もう結構ねカウントダウンだもんね、吉部さんちはね。そうですね、数年だもんね。もしそうね、18で本当に成人して大学が行くことになったとして違うとこに引っ越したりするとすれば本当に3年なので、うわー信じられない。本当にいろんな思いで今の時間を過ごしているんだ ね楽しく過ごしたいなと思っています、ね、はい。じゃあ今日も、チャプラーの皆さんからお便り届いておりますので、ご紹介するところからスタートしたいと思います。ラジオネームあこさんからのお便りです。毎回お二人の話を楽しく聞かせていただいております。第104夜に登場した本パパンガパン、私も20年以上前に愛読していました。とっても懐かしく、当時この本を片手に都内のパン屋さん巡りをしていたことを思い出しました。
当時の私にとってフランスパンは硬すぎる食べにくいパンという認識でしたが、この本に紹介されているフランスパンを食べてからドハマりし、40代後半の今でもフランスパンは食べる手が止まらないほどの大好物です。あの本と出会い、フランスパンの美味しさを知ることができて本当に良かったなと思っています。あこさん、ありがとうございます。嬉しい。パパンがパンっていう本をね、うん、知っている人がいた。しかも結構いらっしゃいました、お便り、ね、うん、嬉しいです。本当にだから世代が近いのかな、きっと20年前にその本を片手に都内のパン屋さん巡りをしていたって、全く私と同じ頃合いですよね。ねえ、すれ違ってたかもね。そう、あこさんのお便りをいただいてフランスパンの話書いてきてくださってるんだけど、そう、私もおしゃれでいい感じだけど硬いパンって敬遠してたんだけど、まさにあこさんと同じように、私はあのパパンがパンっていう本を読んで、ベーコンエピってなんか、うんうん、わかる、美味しいね、はい、うんうん、あのちょっと形を今言葉で言いたいんだけど言えないで、葉っぱがこうギュってくっついて長くなってみたいな。え、何、カッパ、葉っぱ、あ、そう、葉っぱね、葉っぱの形カッパ葉っぱじゃなくて滑舌がごめんね、葉っぱね、リーフね、リーフ、そう、葉っぱ、リーフ、そうが、そう、つながってるみたいな、うんうん、そう、あれも結構ウィーンって食べなきゃいけないくらい硬かったりもするけど、うん、そう、ああいうものがすごく食べたくなった本だったなって思い出しちゃった、うんうん、ハードパンっていつから好きになったんだろう。大人になってからだよね。でもいや本当そうですよね、うん、子供の頃はそもそもそんなに出会わなかったし、近所にあったのかな、でもあったか、高校生ぐらいの時に近くのデパートにドンクができたんですよ。あ、ドンク、いいね。そう、そこでまさにエピパン食べて、はいはい、バゲット、ハードパン、うん、初めて美味しいって思ったかもしれない、うん、ね、ちょっと酸味があるさ、ドイツ系のパンとか、うんうん、ああいうのも本当大人になってお酒飲むようになってから好んで食べるようになったかも。子供の時はやっぱ本当菓子パンが好きだった。わかる。あと山崎パン、富士パン育ちなので、うん、なんかふわふわのコッペパンとかがすごい好きでした、うんうん、そうそう。あと親が今思い出したけど、山崎パンのさ、シール集めてなんか白い器めっちゃコレクションしてたもん、うん、そう、春のパン祭りね。そう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 、割れにくい食器なんですよ、ね、そう、山崎の食器実家にすごいある。確かにありました、うん、あったね、うんうん、今形まで思い出せる。ちょっと縁がこう、そう、ヒラヒラしてるの、ヒラヒラしてるの、そうそうそう、買ってた。懐かしい。なんか今もう胸がギューってなってる。うわー、懐かしい。そう、ということでね、すいません、あこさんのお便りからだいぶあのそれちゃったけどね、あのパパンがパンを知っている方がお便りたくさんくださってすごい嬉しかったです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ次のお便りいきましょう。愛知県にお住まいのラジオネームももこさんからのお便りです。こんにちは。今日は3月24日ですね、うん、今日3月24日は私の40歳の誕生日で、家族に時間をもらい一人でホテルに泊まっています。オットマンでくつろぎながら時間を気にすることなく本を読んだり、これからの自分の人生の過ごし方や目標をノートに書き留めたり、いつもは買わないちょっといいケーキを食べたり、とても贅沢な時間を過ごすことができ、心穏やかに誕生日を迎えることができました。40歳になった今、これからが楽しみでワクワクしています。私の人生これからという気持ちです。チャポイコを聞くようになり、人生の楽しみ方を教わったような、それでいいんだよと言われているような心の友ができた気がしています。これからも配信楽しみにしていますね。はい。愛知県のももこさん、ありがとうございます。ありがとうございます。40歳。お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます、ね、あのそれでお一人でその日にホテルにくつろぎの時間を求めに行かれて、誕生日にね、うん、チャポンのことを思い出してお便りくださってるってことですよ。これ貴重な誕生日の当日に多分お便り書き込んでくださったんじゃない。うわー、すいません、貴重な時間をいただいちゃってるじゃない、時間をいただいて恐縮ですっていう。でも嬉しいですよね、すごく、うん、しかもいいな、ね、これやってみたいな。いや、誕生日の日に私もホテル泊まって一人で過ごすってやったことないかも。私40歳はディズニーランド行きました。一人で？いや一人じゃないです一人で行ってもよかったんですけど、息子を連れて、うん、お誕生日に
ですっていうこの主張するシールをキャストさんにもらって、うんうん、すごい祝われました。へ、いいですね。でもなんかこうやって一人でしっとりとした時間を誰かに祝ってもらうとかだけじゃなくて、うんうん、自分で自分をねぎらうというか、そういう時間ってこの文章を読んでるだけで結構一緒に贅沢な気持ちになるね。ね、あとたった今行きたくなりますね。誕生日何したい今年？寿司食べたいかな、やっぱ寿司か言い方寿司やっぱり発音の癖。そうね、寿司は食べたい寿司ね、お寿司大好きだからね。ウニ食べたいかな寿司でウニ食べたいねそうね、でも私いいなと思った、私ね最近お仕事でお会いした方が、うん、10年日記をこう更新し続けてるっていう方だったんですよ。私も割といろんなことをランダムにノートに書いたりはする方なんだけど、まさにこの桃子さんもさ、これからの人生の過ごし方や目標をノートに書いて過ごしたって書いてるから、誕生日に自分の未来を想像してゆっくりノートに何かを書いたりってあんまりしたこと実はないのね。うん、私もないかな。してみたいなって思った。ノート買おうかな、今年の誕生日私、うんうんうん、47歳になるからな。そういう時間って案外家だと取れないなとも思うので、うん、出かけて行っていつもとちょっと違う本読んだり、こうやってノート広げたりっていうのはいいなね。真似したいですよね、うん、ね、うん、すごくいい時間をお裾分けしてもらっちゃった気分でございます。ありがとうございます、はい、ありがとうございます、ね、いい40代になりますように。これから10年40代があるっていうことですもんね、桃子さんは。ですね、うん、はい。その他にもたくさんのお便り本当にありがとうございました。お便りはすべてチャポイコスタッフ全員で楽しく拝見をしております。それでは本日のテーマとなるお便りに行きましょう。滋賀県にお住まいのラジオネームゆかぴーさんからのお便りです。私は面倒くさがりで、これまで料理がとっても億劫だと思っていました。ところが最近独り言エプロンを拝見し、なんか料理いいな、やってみたいなと急にやる気が出てきました。今まで省いていた薬味を入れてみたり、手順が多いレシピに挑戦したり、作った後少し自信がつき、また料理の楽しさに気づくことができて、この作品に出会えてよかったなと思います。そんな料理に目覚めた私ですが、めんどくさがりの自分はまだいるようで、何もしたくないと思う日があります。お二人はそんなめんどくさい日のレシピってお持ちでしょうか？おすすめがあれば教えていただけると幸いです。はい、うん、滋賀県のゆかぴーさんですね、うん、はい、ありがとうございます。めんどくさい日のレシピ、でもね、ゆかぴーさんは省いていた薬味を入れたり、手順が多いレシピに挑戦したりされてるって、うんうん、薬味入れるだけですごいレベルアップした気がしますよね。わかる、わかる。なんかちょっといい調味料入れたとかね、うんうん、今日私やったわっていう、わかる、わかる、そんな感覚わかります。本当にね、薬味入れただけなんだけどね、自己肯定感高まる感じがね、たまらない。最近ね、私ね、めんどくさい日ってわけじゃないんだけど、ハマってるのが、日曜日って翌週の下ごしらえしといたりとか、うん、早めにキッチン立って音楽かけたり、ちょっとお酒飲んだり、ネットフリックス見たりしながら、うん、4時とかにキッチン立ち始めていろいろやるんですけど、はい、その日の夕飯を簡単にするっていうのが最近すごいハマってるんですよ、うんうんうん、日曜日はうなぎを買ってきたりして、うん、1尾で、それを家族3人で分けて、うんうん、簡単なうな丼となんかお味噌汁とかにしちゃっておくと、はい、すごい作り置きが頑張れるっていうことが分かって、美味しく食べれるからちょっと奮発とかってするんだけど、ほぼ作らなくていいっていうご飯にすると、うん、平和におかずをちょっとだけ仕込んだりできるってことに気づいて、最近それハマってます。めっちゃいい方法ですね、うん、でも私も土日は自分もやっぱり休みたいってこう思うので、土日こそ簡単に作り慣れたものを作ってるかもしれない、うん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 、ですごいやる気があったらこう身を任せて作りたいものを作るんですけど、抜いたり力入れたりって大事ですよね。そうそうね、だからなんかたまにあるじゃない、すごい力作作りたくなる週末とか、ある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 、そういう時はもうエンターテインメントとしてそれを楽しむんだけど、うんうん、やっぱり
週末すごい頑張ってで平日がこう作れないってなるよりは、うん、平日にあ備えて何品か置けたって なると、うんうん、すごい気持ち穏やかにこう月曜日を、うん、それこそはーってならずにいけるから、そう日曜日の夜を食べたいものだけど手が込んでないものに夕飯をしてしまうっていうのが、うんうん、今自分の結構いいルーティーンを生み出しているんですけど、でも面倒くさい日のレシピっていう質問なので、なんか吉部さん最近の、まあ、面倒くさい日っていっぱいあるじゃないですか。本当にあの仕事の後ってほぼ面倒くさいですよね。ほぼエブリデイなんだけど、ほぼ面倒くさい、うん、どういうさものを最近作って平日やりくりしてる。最近ハマってるのがですね、うん、あのペペロンチーノっぽい味にするっていうのがなんか流行ってて自分の中で、オリーブオイル、ニンニク、鷹の爪、はい、塩そうそうそのつか、うんうんうん、でそれってアヒージョにもなるじゃないですか、うん、確かに。ブロッコリーをよく好きで買うし、最近すごくお手頃、ね、お手頃なので買うんですけど、うん、それを茹でないでオイルとニンニクと鷹の爪で蒸し焼きにするんですよ。蓋閉めて最後に塩バラバラってかけるとすごい家族が喜ん で、しかも小鍋のままテーブルに出すといつものブロッコリーなんですけど、こういい塩加減でおかずにもなるしホットサラダにもなるっていうので、まずそのペペロンチーノ味美味しいっていうので、これは何かに使えるぞって思ってて、うんうん、そしたら最近また春キャベツが旬じゃないですか。あもうそれこそペペロンチーノ味ともう最高級に合うじゃん ね、うん、でキャベツ一玉大きいの買って2分の1を6等分にするんですよ、ケーキみたいに、うん、うんうん、はい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 、こう斜めに包丁入れてて、そう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 、うんうん、そうしたらこう断面がキャベツキャベツしてるじゃないですか、うん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 、それを両面こうオリーブとニンニクで焼き付けて、でその後塩かけて蒸し焼き、あ絶対美味しい。今もう分かった、絵が浮かびました。浮かんだ、なんかそう、じゃあキャベツの塊で焼くんだね、その6等分したものをフライパンに並べて、で軽く焦げ目を両面つくような感じで つけて蒸し焼きにして、いい汗かいてちょっとしんなりして好きな歯ごたえになってるっぽいっていうところで、それもフライパンのままダーンってこう出しちゃうんですね。なんか割とそれをメインのふりして出すみたいな。あでもフライパンドーンって結構煙も上がっててさ、そうそうおーってメインディッシュ感出るもんね。それにベーコンとか焼いて、なんか目玉焼き焼いて、あとなんか味噌汁かスープでも作っとけばっていう朝ごはんみたいなものを夕ご飯にしたりすることがあります。へえ、今でもキャベツ美味しい時期だから、そうでそのキャベツで本当いろいろできるなと思ってて、うん、そのオリーブオイル、鷹の爪、うん、ニンニク塩っていう基本のやつでキャベツとベーコン炒めますって言ったら、もうそれでパスタソースにもなるので、確かにパスタ茹でて絡めてもいいってことか、うん、春キャベツだからもう一瞬でできるじゃないですか、うん、確かに確かに。でそこにクリームを足すと今度クリームパスタにもなるので、うん、でちょっとコンソメの顆粒を足したりとかして、クリームっていうのは生クリーム、うんうん、うんうんうん、生クリームを買っといて、そう、それもキャベツと一緒になんかベーコン生クリームとかで一緒に買っておくといつか助かるので、うーん、キャベツ一玉あったら使い切れるかなとかって思わずに、この旬のものは本当に欲求のまま作ると食べちゃえるので、いいね。なんか私いつもスーパー行った時にキャベツを丸ごと1個買うのすごい抵抗あるのよ、うんうん、料理しきれないかもしれないで、うんうん、なんか冷蔵庫の中でちょっとこう表面黒ずんできちゃったりしたら申し訳ないなと思って、うんうんうん、半ピースおつい買っちゃうのよね。でも今のだと一気に消費されるね。あそうなんです、もうそれがメインってしちゃうと、うん、あと野菜でなのでタンパク質をどっかで補って穀物入れればいいかって思うと買っちゃうんですよね。それすごい、すぐやろう春キャベツが美味しい間に。春キャベツ、うん、この放送の時まだ春キャベツ、うん、美味しいのかな。4月24日売れ、うん、てるかな。でもキャベツって本当に万能っていうか、でもそれでさちょっと余ったのをさ翌日お好み焼きにしてね、うん、細かく、私お好み焼きはもうすごい細かく刻んでふっくらさせたい派なんですけど、うんうんうん、なんか少しだけ余っちゃったキャベツをお好み焼きにしたりもできるし、キャベツって何かと使える
人だよね。使えるサラダ、うん、炒め物、お好み焼き、焼きそば、パスタ、スープ、うん、もう何でもできるから、キャベツの話しかしてないんですけどちょっと一玉あったら本当にいいので。ずっとキャベツの話。でもさ、キャベツのお味噌汁も美味しいよね。美味しい。あの厚揚げと一緒にキャベツをお味噌汁にするのもすっごい美味しいよね。甘くなってね、うんうん、野菜だね。野菜だね、うん、やっぱり疲れてる時はね野菜。そうだよね。私もやっぱり野菜の食べ方を簡単にする工夫を一番めんどくさい日レシピとしてしてるかも。さっきブロッコリーの話してたじゃない、うん、私もめんどくさい日のレシピっていうご質問もらって、最近本当に週に5回は使ってる道具があって、うんうん、うちのお店でも売ってるんですけど、はい、バンコ焼きっていう耐熱陶器の素材の持ち手付きのグリルプレートっていう、あー長細いフライパンとお皿のあいのこみたいな長四角のね、うんうん、形した、はい、あれがあの魚焼きグリルに入れて使える持ち手付きのプレート、うんうん、グリルプレートで検索すると出てくると思います、お店でも。それがこれなかった人生考えられないっていうぐらい激しく今めんどくさい日に登場してて、うんうん、本当に美味しく作れるのよ。へえ。例えばさっき吉部さんが言ってたブロッコリーとかも、うんうん、まさに今すごくたくさん出てて、うん、元気そうなブロッコリーが割と安価に手に入るから、うちもめちゃくちゃブロッコリー消費してるんだけど、火も通してない茹でてないブロッコリーを細かく切って、そのパン粉焼きのグリルプレートにもりもり並べて、で私はちょろちょろちょろっとその上にオリーブオイルをかけて、うんうん、で塩をバラバラバラって振って、黒胡椒とかをちゃちゃちゃってかけてグリルに入れちゃって、うんうん、他の料理してる間にただグリルするだけ、うん、ひっくり返したりする必要もなく、そのままジュージューいい感じで焼けちゃうの、うんうんうん、それをねグリルを開けて、なんかこうこの引き出しをこう開けた時に、なんかこう野菜がさ元気にグツ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 って踊ってる感じがすっごく美味しそうで、うんうん、なんか疲れてても食欲がその絵面と音で湧くのね、うんうん、でそれをすぐ家族に食べてほしいから、もう今って感じ、今食べてっていう絵面なのに、うんうん、来ないのよ、なかなか食卓に来ないよね。叫んでも来ないよね、家族ね。あれが本当にもう本当熱いうちに食べてほしいんだよお母様っていう今なの今、グリルプレートが呼んでんだよっていうそう、そのグリルプレートで1個緑の野菜を一品平日足すように野菜を買い置きする習慣がついて、うん、で本当オリーブオイルとか塩とか、あと時折とろけるチーズとかを上に散らしてグリルに入れてもちょっと美味しくなるし、美味しいし野菜が取れるし、うん、簡単なんだけど手を抜いてる感がない仕上がりになるのよ、うんうんうん、そういうの大事だよね。大事。簡単なんだけど、うん、私は楽をさせていただきましたけれども、食べてもらうこの家族の皆さんには手抜きに見えないでしょっていうのって、そう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 、なんかちょっと嬉しいですよね。そう、なんかもう出来たて熱々感が演出できる道具だから、うんうんうん、すごいあれは、あ、本当いいな、あれ本当ちょっと人生助かったなって思ってますね。あとはもうね、それこそ十何年作り続けているめんどくさい日のレシピは、高山直美さんって料理家さんが昔出されてたそのレシピ本で載ってる小松菜の料理なんだけど、うん、ちくわを 2,3 本短冊切りっていうんですかね、うんうん、にしてごま油をフライパンに敷きます。でニンニク一かけぐらいを薄切りにしたもので香りをつけます、うんうん、でニンニクが色づいたところにじゅわっとそこにさっきの短冊切りにしたちくわを投入して、ちくわに焦げ目がつく感じで一回焼きを入れるのよね、うんうん、でそこでざく切りにした小松菜を最後に入れて、結構フライパンがさ小松菜の葉っぱでモリモリになるから、料理酒とかを少し回しかけて水分足してすぐ蓋をして、うん、少し蒸し炒めみたいにして、うんうん、蓋を取るとしんなりしてるから炒めやすくなるので、そこから小松菜とか油が回るように炒めて、最後ね味付け塩だけだったと思う。へえ、シンプル。そう、これがね本当に簡単でお酒のおつまみにも合うし、白ご飯も進むし、うんうん、めちゃくちゃ美味しいですよ、うんうんうん、だから小松菜とちくわもよく平日用に冷蔵庫に買い置いてるね、うん、
そういう食材ってあるよね、うん、でも本当に何だろう、疲れてる時ってなんかそういう名前をつけがたい料理というか、うんうん、グラタンとかさ、そういうんじゃなくて、うん、名も知れぬというかさ、うん、素材料理だよね、うん、そうそう素材料理、本当に、うんうんうん、あとそういうのが食べたかったりするんだよね。そうなんだよね、疲れてるから本当に。だから小松菜とか炒めてお味噌汁あってご飯あって、そうね、スーパーで、あ、今日もう本当にわんこ焼きのグリルプレートで野菜焼いて味噌汁作るしかできんっていう日は、仕事の帰りによく私焼き鳥買います。焼き鳥、うん、焼き鳥屋さんに並んでる焼き鳥家族大好きだから、うんうん、焼き鳥をねメインにしちゃって。あ、なるほどね。そうそう、でちょっとさ、あのブロッコリーとか、うん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 、お味噌汁があれば、うん、まあ肉食べて野菜食べれるじゃない、うん、これ焼き鳥を買って帰るっていうのをね週中よくやってるね。火曜日水曜日ぐらいって一回突き果てる時あるじゃん、なんかまだ先長いしとかで、木曜日とかね。そう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 、焼き鳥買ってます。いいね、そう、でもそういう逃げ道大事なんだよな。あとそれによって私も嬉しいし家族も好きなものだっていうのが大事というか、うん、喜ぶ結果にしたくって、うん、そういう時も喜ぶの選んじゃいますよね。ね、そう、あと紀ノ国屋のあれですね、黒豚餃子っていう、うん、知ってる？知らない。冷凍コーナーに置いてある、うん、はいはい、冷凍されてる餃子もめっちゃ美味しいんですよ、うんうん、へー、あの冷凍餃子としてはまあまあいいお値段するのね、うん、1袋1000円ぐらい、うんうん、するけど外で食べる餃子みたいにすっごく美味しくって、うんうんうん、あれもね切らさないように冷凍庫に結構入れてる、うん、私今日キャベツの話しかしてなかったですね。でもキャベツめっちゃためになったよ、なんかやろうと思ったもん。えのきとかなんかきのこも一緒に蒸し焼きにすると出汁が出て、出汁が出て、その時はポン酢をかけるんですよ。あー絶対美味しいですね。でジュワーって言わせてほぼ汁気が飛んだぐらいの時に食べるともうメインですね。あのね、白菜とかキャベツで豚肉の豚バラ買ってきて、うん、重ね蒸しミルフィーユ鍋みたいにしてさ、うんうん、はい、あのポン酢で食べるのもう私死ぬほど好きなんですよ。私も あれも作ってますよ、うんうん、私も作る冬は特にね、美味しいよね。あれだけでも結構ご飯いけちゃうよね。あれを出しといてさらに白菜キムチとかも買ってくるので白菜ばっかり食べてるみたいな週とかありますキャベツばっかり食べてるとか、そうそういいですね、はい、なんかまたアイディアとかチャプラーさんもあったら教えていただけたら嬉しいなと思います。今夜のインターネットラジオチャポンと行こうはここまでです。皆さんお湯加減いかがでしたでしょうか。吉部さん、今夜は晩御飯作りの話久しぶりにしましたけど、お湯の温度何度でしょうか、はい、今日何度でしょうか。私に聞いてるそうきたか、いろんなバリエーション出してくるね。38度、違う、ぬるめですね。ぬるめ、うん、と思うね。じゃあ今日38度だそうです。パン粉焼きのグリルプレートは10いってるけど38度、うん、うん、でいきたいと思います。はい、はい、じゃあ皆さんの気分が今日も少しでも緩まると嬉しいです。番組は北欧暮らしの道具店のサイト上やアプリに加えて YouTube や Spotify など合計7カ所で配信をしております。ぜひご自分のライフスタイルにフィットしたプラットフォームでお楽しみください。引き続きお便りも募集中です。感想、ご質問などサイトやアプリでチャポイコ最新記事を検索していただき、ページ後半にあるバナーよりお送りください。 Spotify などの場合は説明欄のリンクからお便りフォームに飛ぶことができます。全国のチャポラーの皆さん、お便りお待ちしております。次回のチャポンと以降は5月8日日曜日の夜20時を予定しております。それでは明日からもチャポンと緩やかに、そして熱くいきましょう。北欧暮らしの道具店店長の佐藤とスタッフの吉部こと青木がお届けしました。それではおやすみなさい。おやすみなさい。